はい、どうもゆきです。今回はパワポケ12の竹内ミーナのパワーアップイベントを見ていきたいと思います。イベントが起きるのがここの港ですね。あれ？ミーナさんじゃないですか？あれ？あなたこんなところで何してるですか？そして、じゃああの辺りにミーナさんの隠れ家が、ミーナさんのお家にご招待と。それは秘密ですね。やっぱり悪い奴らに追いかけられて隠れてるんですか？の、むしろ取材です。世界の動きはまさにこの国のこの場所で決まります。そんな気がしていますですよ。そうだ、聞きたかったんですけど、中山先輩とはどこで知り合ったんですか？ある高校の生徒がいなくなるという事件で調査をお願いしたことがあったです。これ新設高校ですね。中山さん、その学校の出身者でした。その関係で今回の事件も協力を中山さんにお願いしたのですが、私もあの頃はまだこんなに危険なゲームとは知らずに巻き込んでしまいました。そういえば中山先輩も俺にハッピースタジアムを見せようとしていたぐらいだもんな。あ、そうだ、せっかく会ったのですから少しアルバイトをお願いします。何ですか？取材の協力です。アルバイト代がもらえんなら喜んでやりますよ。そしてアルバイトとは、拳銃ってきてるんだが。いつもこんなこと？今日はあなたがいましたから、いつもより安全にやりましたよ。はい、アルバイト代です。さすがに拳銃ぶっ放されて1万じゃ割に合わねえな。2回目。おー、いいところで会いました。アルバイトしていきますよね。はーい、断れませんでした。そして、今日はネットで調べ物か。どうやら安全そうだな。じゃあ大丈夫じゃない？お、そこよく見せてください。ミーナさん、いきなり人の膝の上に乗らないで、おー、いい体勢じゃない？グリグリしてくれる？すっかり画面に集中してるよ。この人、うなじの線がすごく綺麗だな。しかも細い体でこんな、おい、じろじろ見んなお前。あ！だったね。逃げますよ。え？端末を探知されたな。これはあなた、弾道上がりますよ。羨ましい限りだぜ。そろそろゲームに慣れてきてミーナがパワーアップしました。そういう理由？そしてアルバム、デイウェイスがいなくなって、早速ミーナさんは仲間たちとネットでゲリラ的に津波の悪事を公表する活動を開始した。今はうるさがれる程度だが、いずれはあの巨大企業を揺るがすきっかけになるかもしれない。こんな風に頑張って戦ってるんですね。そしてプロフィール、竹内ミーナ。いや、見た目非常に可愛らしいですよね。社会派ジャーナリストで数々の賞を受けたこともある。津波設立以降、ネットでも現実でも人格攻撃と基礎の集中砲火にさらされ、各地の支援者を頼って逃亡生活中、常人ならとっくにギブアップする過酷な状況でも社会正義のために頑張っている。まあ、頑張りすぎじゃないかなって思うところもあるんですけど、もしかしたらこれがね、幻のパワポケ14、本来あったはずのパワポケ14で彼女になっていたら、ここの辛さとか、まあ人格攻撃されたりネットで叩かれたりする時のミーナさんの弱ったところを見てからの弾道とかもね、あったのかもしれません。ぜひ見てみたいので、今後もパワポケ盛り上がってほしいですね。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。